カール・エドアルト、カール・エドアルト、カール・エドワード、1884年7月19日から1954年3月6日は、第4代にして、最後のザクセ戦イコールコーブルクイコールゴータコー、在位、1900年から1918年。全名は、英語で、チャールズ・エドワード・ジョージ・アルバート・レオポルド、チャールズ・エドワード・ジョージ・アルバート・レオポルト、ドイツ語で、 カール・エドワルト・ゲオルク・アルベルト・レオポル、カール・エドワード、ゲオルグ・アルバート・レオポルト。第三大作戦イコール・コーブルクイコール、ゴータ公、アルフレートの老い。イギリス女王・ビクトリアと、王廃、アルバートの孫であり、イギリス王族として、オールバニ公の称号も継承していたが、後に、それらの身分と称号は剥奪された。チャールズ・エドワード、カール・エドワルトは、イングランド・サリーノで生まれた。 父は、ビクトリア女王とアルバート公の四男オルバニー公、レオポルド、母は、バルデック公、ゲオルク・ビクトルの娘ヘレーネである。前年の1883年に、姉、アリス・メアリーが生まれている。レオポルドは、長男が生まれる前の1884年3月28日に、カンヌで休止しており、チャールズ・エドワードは誕生と同時に、オールバニ皇位を継承した。 16歳になって間もない1900年7月30日、おじのザクセンイコールコーブルクイコール、ゴータコー、アルフレート、エディンバラコーアルフレットが死去した。アルフレートの一人息子アルフレットは、前年に自殺しており、この男を、アーサー、アルフレートの弟、レオポルドの兄とその息子、アーサー、チャールズのいとこで学友だったが辞退したため、チャールズ・エドワードが、祖母。 ビクトリア女王の命令で行為を継承した。実は、イートン校で先輩であったアーサーが、チャールズ・エドワードが行為を辞退すれば、学校でいじめるぞと脅してたため、しぶしぶ継承した。即位後5年間、皇国は、アルフレートの娘アレクサンドラ皇女の夫である、法遠道へイコールランゲンブルク構成し、エルンストの殺傷のもとに収められた。チャールズ・エドワードが、 ザクセンイコールコーブルクイコールゴータコーカールエドアルトとして申請を開始したのは21歳の誕生日を迎えた1905年7月19日からである。同年10月11日にはグリックスブルクコーフリードリヒフェルディナンとデンマークオークリスチャン9世の老いの娘ビクトリアーデルハイト公女と結婚した。夫妻の間には5人の子供が生まれたが 長女シビラは1932年にスウェーデン王家に嫁ぎ、原告王カール16世、グスタフの母妃となった。第一次世界大戦中、ドイツ皇帝ビィルヘルム2世紀の重帝でもあったカール・エズアルトはドイツ人としてドイツ帝国を支持し、ドイツ陸軍の将軍として任務についていた。大きな指揮権を持つことはなかったが、イギリス王族がイギリスに敵対する立場に立ったという、 ことは、眼下できないことであった。そのためもう一人のいとこである、イギリス王ジョージ5世は、1915年に、ガーター勲章を、1917年に、オールバニ皇の爵位を剥奪した。なお、1917年には、イギリス王家の加盟もドイツ風のサクスイコールコバーグ、イコールゴータ、ザクセンイコールコーブルクイコールゴータ家から、ウィンザー家へと改めている。 さらに終戦後の1919 19年には、カール・エドアルトとその子孫から、イギリス王族としての身分、プリンス・オブ・ザ・ユナイテッド・キングダムの称号と、HRH の継承も剥奪された。一方、ドイツ革命によって1918年11月18日には、ザクセンイコール・コーブルクイコール・ゴータ公も廃位された。広告は、バイマル共和制の下で、 バイエルン州とチューリンゲン州に編入されて消滅した。一般市民となって、後のカール・エドワルトは、ドイツ革命によるドイツの君主制廃止、ロシア皇帝ニコライ2世と・ニセイ皇后アレクサンドラ、カール・エドワルトの重視であった、夫妻一家がボリシビキにより銃殺されたことなどが影響し、左翼やボリシィキに恐怖と憎悪を抱き、様々な右翼系の武装組織や政治運動に関わった後、 ナチ党に入党して突撃隊 SA の一員となった。また、1933年から1945年まで、ドイツ赤十字社総裁、1937年から1945年までは、国会議員を務めている。1936年、重慶長治五世の葬儀に、カール・エズアルトは SA の制服で参列した。これは、イギリス王族として、 イギリスの軍服を着用することが許されていなかったためでもある。この時、カール・エドゥアルトには、新王エドワード8世と会談して、独営関係の改善と、条約締結の可能性を探る任務が与えられていたが、結局そうした会談は行われなかった。1940年4月に、後期2600年のドイツ、河合喜び法施設として来日している。 当初は2月に訪日する予定であったが、大英米関係の悪化を恐れる時の世内内閣の要請により、訪日日程が遅れた経緯がある。第二次世界大戦終結後、アメリカ軍はカール・エドワルトをナチ党の同調者として逮捕した。関節流町に苦しむ弟、カール・エドワルトの逮捕投獄を知り、姉アリスは夫アスローン博と二人でドイツへ赴き、アメリカ軍に 弟の釈放を懇願したが、認められなかった。1946年、カール・エズアルトは、日な地下裁判で、重い罰金刑を受けた。チューリンゲンや、コーブルクに所有していた財産の多くは、ソ連軍に没収され、イギリス王族の一員として、イギリス国民に人気のあったアネアリストは、対照的に、晩年は、緊急の中で、イントン生活を送った。 イギリスのチャンネル4が2007年12月6日に放送したテレビ番組ヒトラー S フェイブリットロイヤルにおいてカール・エドアルトは実はドイツ赤十字社総裁としてナチス政権が10万人に及ぶ身体精神障害者障害児を温調の死ナデントットの名のもとに殺害したことや水晶の夜事件またユダヤ人大虐殺 ユダヤ人問題の最終的解決などのことをすべて知っていたはずであるといった内容の報道がなされた。ちなみに、カール・エドワルトの子孫は現在251番から312番目のイギリス王位継承権を有する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。